早期胃がんは本当に進行がんになるかという問題は理論的には次のような3つの可能性が考えられます第一に早期胃がんは全部進行胃がんに進展する第二に早期胃がんの一部が進行胃がんに進展する第3に早期胃がんは進行胃がんとは別の疾患で進行胃がんには進展しない現在の定説では 第一のように早期胃がんは全部進行胃がんに進展すると考えられています。しかし私は第二のように早期胃がんの一部が進行胃がんに進展すると考えます。しかもその確率はあまり高くなく10%前後ではないかと思います。しかし科学的に考えればこの問題の回答を出すには 病理検査を伴う胃内視鏡検査やイレント現造影検査で早期胃がんであると診断された病変を少なくとも100例以上は手術をせずに早期胃がんと考えられる病変が進行胃がんになるかどうかを経過観察する必要があります残念ながら早期胃がんと診断されれば全て手術で切除している現状では早期胃がん病変をある程度の期間 経過観察することはできませんしたがって現在の定説も私の見解も単なる仮説や憶測の類に過ぎずこの問題に結論を出すことはできないのですさらに重大な問題点として早期胃がんという疾患概念の確率の歴史的な経過から見ても早期胃がんを手術することに意味があるのかという重大な問題点に対しても 科学的早期胃がんの5年生存率が約90%という成績を意地悪く評価すれば手術後5年間生存した患者さんすなわち治った90%患者さんは実はもともと潜在がんであり手術する必要はなかったという可能性もあります早期胃がんの手術後5年間生存できず がんの再発で亡くなった10%の患者さんは、がんの悪性度が高く、早期のうちに全身に転移しており、手術してもしなくても、その寿命は変わらず、従って、手術は無駄であったという可能性もあります。この考え方は、近藤誠氏のがん無議論と同じです。進行胃がんを手術することに意味がある、すなわち、 進行胃がんを手術すれば寿命が延長すると仮定すれば早期胃がんと診断され手術を受けたために進行胃がんにならずに済み寿命が延びた人も少し入ると予想されますが私の個人的見解ではその数は少ないと考えられますこの点に関してはいくら議論しても無作為比較臨床試験による実証データがなければ単なる予想に過ぎず 何の科学的根拠 EBM もなないことになります。早期胃がんが手術で治るかどうかについては早期胃がんと診断された患者さん数100例この症例数は統計学的に決めることができるを手術でがんを切除した軍と手術せずに経過を見た軍の2軍に分け2軍間の5年生存率を比較する必要があります。 これを前述したように無作為比較臨床試験といい同じ程度の病変に対して手術するかしないかをくじ引きによって決定しますこのくじ引きによる臨床試験を行って早期胃がんを手術した軍が手術をせずに経過を観察した軍に比較して統計的に優位に長く生存していることが証明されて初めてて 早期胃がんの手術に意味があるという結論が出せるのです残念ながらこのような調査は全く行われていません実はクルや村上らは外科医として乳がんにおけるフィッシャーのように胃がんにおいて二軍比較の無作為比較臨床試験を行って自分たちの仮説が正式かどうか検証する義務があったと言えますその後の医師たちは 白壁や久留米や村上の権威を恐れてか彼らの業績に対して面と向かって反論する意思はなく早期胃がんと診断すれば全て手術で切り取ってしまうため今や早期胃がんを手術せずに放置することは犯罪行為に等しい蛮行になっていますこのために二軍比較のくじ引き調査などとてもできる雰囲気ではありません 早期胃がんの一部しか進行胃がんにならないとしても臨床的にその区別ができないのなら切除もやむを得ないという考え方もありますしかしもし早期胃がんが10%程度しか進行胃がんにならないとすると手術で胃を切るのは嫌だから経過を見るという人も出てくる可能性もあります昭和47年 イノレントゲン診断の専門家である市川平三郎がアメリカのある大学で日本の胃がんの診断と治療について講演し日本では胃がん手術後の5年生存率は60%に近づいており胃がん全体の5年生存率も32%であると発表したところあるアメリカの医学生がアメリカでさえ胃がんの5年生存率が5%しかないのに 日本でそのような成績が出るとはとても信じられないと発言したそうですジアタカもベトナム戦争の時代でありアメリカ人は他国人をバカにしていると市川は大変憤慨したそうです確かに何でもアメリカが優れているとは限りませんしアメリカの胃がん患者数は日本と比較して大変少ないので日本が優位なのは当たり前であると言ってしまえばそれまでです しかし日米間の胃がんの5年生存率の極端な違いは日本では胃がんでない病変を切除していることに起因する可能性もあるのです日本の胃がんの治療成績の向上は治療成績が良好な早期胃がん症例の増加が主な原因です進行胃がんの手術後の5年生存率は日本においても昔とほとんど変わっていないのです ですから、早期胃がんを除外すれば、アメリカの胃がんの5年生存率と大した差はないのです。一時は、輝かしい業績に見えた早期胃がんという疾患概念の確率は、実は胃がんでない病変を胃がんと誤認して、切る必要のない胃を切りまくったという、とんでもないことをしていたのではないか、という疑惑があります。なんともやりきれないことですが、 このような疑惑が存在しているのに、この疑惑を晴らす道を医学界自身が閉ざしてしまっているのです。現在ですら、日本の病理医が早期がんであると診断した病理標本に対して、アメリカの病理医は、がんではなく、単なる事型上皮、細胞に事型はあるが悪性ではない上皮であると診断する場合が多いそうです。日米の間で 胃がんの病理診断基準に大きな違いが存在するのです。以前より、このようながんの診断基準の国際間の格差をなくすための統一基準づくりが必要であると医学雑誌には述べられていますが、掛け声だけで一向に実現しません。実は、がんの診断のみならず、がん治療法の分野においても、日本は国際的な標準という立場からは異端視されています。 実際に統一基準を作るとなると日本のがん医療は根底から見直しを迫られる事態になりかねません。このような事態が予想されるため日本のがん治療の関係者は掛け声だけは上げるものので実際に動くことはありえないと思います。